ナーのガイドのワンディと申します。どうぞよろしくお願いいたします。これからカンボジアの遺跡をご紹介させていただきます。皆様カンボジアご存知でしょうか。カンボジアは有名なアンコールワットがある国でございます。それからアンコールワット以外にもたくさんの遺跡がございますよ。早速ですが、一番最初に皆様にご紹介する遺跡はバウミル遺跡です。こちらのバウミル遺跡はシェムリアップ市内から約 50km くらい離れています。こちらの遺跡は日本のアニメ天空のラピュータお城みたいにの舞台にそっくりだそうです。こちらの遺跡は12世紀の初め頃に、作られていたヒンズー教の建物です。こちらの遺跡の特徴はナーガーの頭がきれいに残っています。またアンコール遺跡群と違って崩れたままの様子がご覧いただけます。それでは中に入ってみましょう。以上です。